サウスゲート退任のイングランド代表衝撃のガチ最強監督招聘。イングランドサッカー協会 FA はペップ・グアルディオラを監督に任命したいと考えており、マンチェスター・シティとの契約が2025年に終了するスペイン人監督の就任を待つつもりだ。つまり、FA はガレス・サウスゲートの後任として暫定イングランド代表監督を任命する可能性がある。ソース・ミブール・デラニー。ペップ・イングランドはよ、これ実現したらイングランド代表ガチで最強なりそう。管理コストオーバーのサウスゲートじゃイングランドのメンバーを管理できなかったってだけ。イングランドの閉塞感を打開する監督はペップしかいないと思うんだよね。イングランド代表の伝説が始まり、他のチームは終わる。彼を任命すればワールドカップ優勝が決まる。115件の違反は履歴書でとても有利になる。ようこそイングランド代表監督。マンチェスターシティが起訴されない理由がわかった。マンシティはペップがイングランド監督に就任した後に4部にヒアウィーゴー。これは夢物語です。ペップがイングランド代表監督に就任したら私は靴を食べると誓うよ。ハーランドとエデルソンをイングランド代表に加えることはできないと。誰かペップに教えてあげてくれ。これはあってはならないこと。イングランド代表がダブル杯を制覇する。バランスの崩壊です。最高級の食材を世界最高のシェフが調理する。サウスゲートはナイフすら握れなかった。メッシのダブル杯2連覇を阻止できるのは多分ペップだけ。